今回のキラリ四日市人はプロスケートボード選手の佐々木ライム君です。ライム君は現在中学1年生。小学2年生の時、スノーボードの練習のためにスケートボードを始めました。気がつけばスノーボードよりスケボーにのめり込んでいったそうです。そして練習を重ね、小学6年生の時、ライム君はプロ選手になりました。これは県内では最年少です。東京オリンピックの種目に新しくスケボーが加わることが決定し、できることならその舞台に立ちたい。そのためにもっと実力をつける必要があるとライム君は話します。ライム君の夢は世界の舞台で活躍できる選手になること。学校の先生や友達、練習場の皆さん、そして家族、たくさんの人が応援してくれている。周りの支えがあるからこそ辛い時でも頑張れていますと話していました。